マウントアダプターが届きましたので、 50mmF1.8STM という、マキエレンズと言われているものを装着してみました。どうでしょう、ちゃんくんの顔にピントが合うと後ろが全てボケます。いい感じのボケ味出してますね。そして今までやっていたように、あ、これだともうピントが合わないんだね。今30センチくらいにしたら合いませんでした。あ、でもここでは、今オートフォーカスの、グニュ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 という動きが手に伝わってますが、音は入っているでしょうか。これ多分ね、同じものを追尾してくれるはずなんだよ。はい、今テーブルの下に入って暗がりです。暗いところでもこんなに明るく撮れます。レンズのおかげさまです。さて、それではですね、ポンちゃんはちょっと警戒しちゃった。そして、あ、露出補正はどこでやるかまだ分かって、あ、これでできるかな。だね。そして録画ボタンを。はい、とてもいいアップが撮れていますね、ジャン君。ポンちゃんも窓辺においで。
ズームを手で操作するときにグググという音は入っちゃうね。この辺もカメラにもっと慣れないとね。新しいカメラに変わってこのようなアングルでも安定して撮れるようになりました。それも、以前使っていた、これ同時に今撮っていますが、アイビスミニ X というカメラも、ファインダーというか液晶画面がね、映らなくなってしまったということで、だいぶ、ちょっとなんていうのかな、本当の機能が使えなくなっていたということが原因なんですが、いずれにせよいい映像にはなるようになりますね。